皆さん新年明けましておめでとうございます。ウルティマドラゴンです。今年2022年もドラゴンゲートのプロレスでお楽しみください。2022年明けましておめでとうございます。ヤマトです。今年も健康に気をつけて頑張りたいと思います。イエーイ。お似合い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 ね、はい、新年明けましておめでとうございます。ドラゴンキッドです。今年は25周年ということで、まだまだ頑張りたいなと思います。というわけで2022年もドラゴンゲートで盛り上がれ。新年明けましておめでとうございます。今年こそはドリームゲート王者にドラゴンゲートの天下に返り咲きたいと思います。応援よろしくお願いします。俺が変形じゃ。新年明けましておめでとうございます。去年はベルトも失ってライジン2連敗とすごい悔しい年になったんですが、まあステップアップはしてるんでね、今年は必ずいい結果を出します。よろしくお願いします。おそす。新年明けましておめでとうございます。去年は、とてもいい新人を輩出できたんで、今年もいい新人を育てたいと思います。僕自身ももっともっと上を目指して頑張っていきます。2022年もよろしくお願いします。ヤマン。というわけでナチュラルバイブス、そうでしょう、刑事タイムでございます。皆さん明けおめハッピーニューイヤーということで、2022年になります。去年もね、まあコロナの野郎でいろいろまだまだね、こらえる時期がありましたけど、今年はもっと良くなって、もっともっと皆さんに、いや皆さんと一緒にプロレスを楽しめると思いますんで、これからもドラゴンゲート、そしてこのナチュラルバイブス KGO よろしくどうぞ。金が新年初日の出ということでやってきましたナチュラルバイブス HAGE です。さあ今年もスタートしました。皆さん今年はどんな年にしますか？僕は皆さんを輝かしい年にさせてみせます。ご期待ください。はい、新年明けましておめでとうございます。横須賀すぐです。まあね、本当1年っていうのは経つのは早いですけども、今年も自分らしく、そして地味に、なんとなく頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、新年明けましておめでとうございます。ナチュラルバイブスのビッグボス清水でございます。ちょっと髪型ちょっとぐちゃぐちゃなんですけども、でもね、今年はね、ビッグにボスがバイブス上げて盛り上げていきますんで、これからも、いや今年もドラゴンゲートよろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。UT です。まあね、去年はいろいろね結果振りませんでしたけど、今年はもっと情熱を持って心熱く燃やして突き進みますんで、今年も応援よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。パン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 。2022年は去年以上にバイブスぶち上げでファンキーにかわしていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ボー。明けましておめでとうございます。2022年やってまいりました。本年もドラゴンゲート、そしてマスカレード、シュンスカイウォーカー、よろしくお願いいたします。リング上ではいろいろありますが、これだけは宣言しておきます。2022年ドラゴンゲート、中心にいるのはマスカレードであり、シュンスカイウォーカーです。はっきりここに宣言させていただきます。そしてドラゴンゲート、マスカレード、シュンスカイウォーカー、すべて応援してくださる皆さんに良い1年が訪れるように、僕は本当に心から祈っております。本年もよろしくお願いします。では新年一発目のスカイウォーク、新年明けましておめでとうございます。2021年はまあ結果が残せなかったので、2022年は結果を求めて
リング上で戦っていきますので応援よろしくお願いします。まあ、今年も頑張りましょう。まあ、2021年もいろいろあるけど、うん、まあ、3人で一緒に頑張りましょう。頑張っていきます。マエストレージャーは喋れないですけど頑張っていきます。 RED のファンのお前ら、明けましておめでとう。おめでてえな。めでてえといえば、年末の俺がドリーム取ったぞ。おい、2022年も俺たち RED が面白くしてってやるから楽しみにしとけよ。バイバーイ。おい、2022年は俺のやりたいようにやらしてもらうからお前らよく見て。おい、年かけたな。おい、お前ら言っとくぞ、今年もドラゴンゲート、いや石田海斗に注目しとけ。以上じゃ。金河新年ハッピーニューイヤー。おい、お前ら明けおめだな。おい、2021年のこの俺の活躍見たらお前ら凄さが分かんだろ。おい、まあ、2022年はよ、この俺がもっともっとこのリング上をかき回してやるからな。お前ら今年もこの俺 SBK についてこいよバカ野郎。はい、2022年ハッピーニューイヤー。まあ去年はこの俺のキャッチコピーである頭脳派が誕生した。おい、この1年2021年俺の活躍すごかっただろ。2022年も頭脳派のこの俺をしっかり見とけ。お前らに面白いもん見してやる。いい夢も見してやるからな。以上、ハッピーニューイヤー。おい、2022年リアルにエクストリームにカッ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 。皆様新年明けましておめでとうございます。去年のね、年末は最後ちょっと残念な結果に終わってしまいましたけども、2022年は何と言っても新ユニット作るぞ。新ユニット、皆さんご期待ください。2022年もよろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。今年もドラゴンゲートを上がらせてもらいます。あの避難所の皆さん買ってください。よろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。まあ今年はですね、新しくいろんなことにチャレンジする年にしたいと思っています。まあ、去年もね、復帰して結構まあタイトルマッチに挑戦したりとか活躍はできたんですけど、まだこう自分的に満足いく年ではなかったので、今年はまあ活躍っていうことを目標にして頑張っていきたいと思いますので、2022年も皆さん一緒にドラゴンゲートのプロレスを楽しみましょう。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年は虎年ということで、選手のみんな噛みついちゃうから気をつけなさいよ。ガオー。明けましておめでとうございます。ドラゴンゲート神田です。今年も皆さんにとっていい年になりますように。そして僕もいい年にしますんで、みんなで頑張っていきましょう。2022年新年明けましておめでとうございます。まあね、抱負というかもうね28年目なんで特に何言ってないですけども、今年も元気に頑張ります。皆さんもぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。どうも藤井でございます。今年は暴飲暴食控えたいと思います。ね、同期ね、今年も同期よろしくね。はい、そういうことです。イエーイ。皆様新年明けましておめでとうございます。2022年になりましたけども、今年も頑張って、いっぱい YouTube の方も上げて、盛り上げていきますんで、熱い応援よろしく頼みます。シャープ。ドラゴンゲートファンの皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
2022年新年明けましておめでとうございます。頑張れーす、今年もみんなドラゴンゲート見に来いよ。わかったか。うー、皆様新年明けましておめでとうございます。いいお正月を過ごされたでしょうか。2022年も問題勃発でいってやるぜ。じゃあな。ドラゴンゲート未だに所属してる未練がましい新井健一郎でございます。こんなどうしようもない新井健一郎ですけども、私いろんな団体でいろんな選手とプロレスの、経験値を積んで、毎回コールゲンで合流するたびに何かを歓迎したいという気持ちで、全てはドラゴンゲートファンに、歓迎するつもりで、活動してまいりましたし、2022年も、その気持ちは変わらないので、今後ともドラゴンゲート何卒よろしくお願いいたします。新年明けましておめでとうございます。今年はですね、レスラー人生最後の年となりますので、引退試合目いっぱい頑張りたいと思いますので、皆さん今年も一年ドラゴンゲートよろしくお願いします。新年おめでとうございます。今年は五十肩を直してバリバリ活躍します。五十肩で苦しんでる中年男性の皆さん、一緒に頑張りましょう。皆さん2022年明けましておめでとうございます。2022年は25周年になります。長いことをやらせてもらってますけども、いつも負けてばっかりでございますけどもですね、2022年は強い力をお見せしたいなと思いますんで、デビュー25周年でやっとエンジンかけていきます。いきますよ。新年明けましておめでとうございます。社長小森です。2021年は、地元大会たくさんやらさせていただくことができたんですけれども、本当の地元矢影大会はできませんでした。今年2022年はその矢影大会凱旋と地元大会を盛り上げれるように頑張ります。社長コボーイでした。新年明けましておめでとうございます。シーサーボーイです。2021年沖縄大会出場する予定だったんですけれども、コロナの影響もあって出場できませんでした。2022年はシーサーボーイ沖縄上陸と師匠のスペルシーサーさんと一緒にまたシーサーズ復活させたいと思います。頑張ります。シーサーボーイでした。新年明けましておめでとうございます。今年は自分自身もっともっとステップアップしていって、体と心を大きくして前進していきます。応援よろしくお願いいたします。新年明けましておめでとうございます。飯橋一新です。2022年は、兄弟のタッグで初勝利をつかめるように、そして個人としてもスキルアップ目指して頑張っていきたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。新年明けましておめでとうございます。今年は同期6人でこのドラゴンゲートマットを盛り上げられるよう、元気出して頑張っていきます。よろしくお願いいたします。新年明けましておめでとうございます。2022年も自分自身そして同期6人が飛躍の年にできるように頑張りたいと思います。応援の方よろしくお願いいたします。新年明けましておめでとうございます。自分自身今年は挑戦の年にしたいと思います。プロレスの試合だけではなく、いろんなものに挑戦していきたいと思います。応援よろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。今年は個性を存分に発揮し、また元気を出して、熱い試合をしたいと思います。また、ドン・フジ、今年こそ決着つけてやるからな。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。そうですね、去年と一昨年はちょっとコロナでね、
客さんたちもちょっと感染しづらい状況が続いてましたけど、今年はなんとかみんなで楽しく観戦できるようにしていきたいと思います。そして今年のドラゴンゲートも最高に楽しい空間を作っていきますんで、今年もよろしくお願いいたします。新年明けましておめでとうございます。今年こそは念願のお笑いゲートもう一度体感したいと思いますんで、斉藤亮 GM ぜひご検討の方お願いします。2022年も楽しいドラゴンゲート楽しんでください。ドラゴンゲートファンの皆様、新年明けましておめでとうございます。キングアナの菊池です。2022年もどうかドラゴンゲートをよろしくお願いいたします。新年明けましておめでとうございます。ドラゴンゲートリングアナウンサーの小野翔輝です。本年もよろしくお願いします。今年のリングアナウンサーとしての抱負はですね、ちょっと僕噛むのが多いので甘噛みを減らしたいのと、今年の抱負といたしまして、ラルクアンシェルのハイドさんに会いたいです。そして、できればサインもいつかゲットしたいと思ってます。ということで、本年もドラゴンゲートをよろしくお願いいたします。皆様2022年明けましておめでとうございます。今年も始まりました。責任持って GM として皆様に今までにないドラゴンゲートをお見せしたいと思いますんで、今年も最後までぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。